チューバ。チューバあるいはチューバは、大型の低音金管楽器である。金管楽器の中では、最も大きく、最も低い音域を担う。唇の振動によって生じた音を簡体で、共鳴させ朝顔、ベルから放出するという基本構造は、他の金管楽器と同様であるが、フレンチホルン以上の前兆を持つ管は、長円状に、幾重にも巻かれ。 大型の朝顔は上部に開く。金属、主に真鍮製の管は、迂回管や抜き差しし部分を除き、朝顔に向かって緩やかに広がる、円錐管となっており、歌口を接続する、マウスパイプと呼ばれる部分は、器の中ほどの高さに取り付けられる。音程を変えるための弁、バルブを持つが、これには、ピストン式とロータリー式とがあり、その数は3つから7つまでと様々である。 ピストン式の楽器には、楽器を構えた時に、弁が直立したアップライト状態になるアップライト型、通称縦バスと、弁が横倒しになり、楽器の前面で操作を行うフロントアクション、ロントアクションとがある。ロータリー式の弁を備えた楽器は全て前面操作となり、また基本構造は前面操作のピストン式であっても一つないしは二つの、 追加のロータリー式の弁を備えるものもある。迂回幹部やマウスピース直後の下向きに、U 字状になった部分には結露水が溜まりやすいため、水抜き用のバルブ機構や抜き刺し宿草を使い排出を行う。チューバ、チューバは、もともとは、ラテン語で、カンという意味であり、ローマ時代にはすでに楽器の名称として用いられていた。しかし、旧約聖書にも現れる、この故障は、 いわゆるラッパを指すもの、現在のように大型の低音金管楽器を意味するものではない。チューバと名付けられた低音金管楽器が姿を表すのは19世紀に入ってからのことである。一方で低音金管楽器としては古くはセルパンと呼ばれる木製の有効の楽器が使われており、後にこの流れを組んだロシアンバスーンやオフィクレードといった木製あるいは 金属製の金式の器が生み出されている。18世紀半ばにイギリスから始まった産業革命により金属の加工技術が飛躍的に進歩するとホルニア、やトランペットなどで音響を変える仕組みとしてバルブが取り入れられ始めるがこうした動きはやがて低音金管楽器にも波及した。こうしたバルブ式低音金管楽器に チューバの故障が用いられた経緯については定かではないが、最初の実用的なチューバは、ベルリンのプロイセン軍学隊長、ビルヘルム・ビープレヒト、1802年から1872年、とベルリンの楽器製造職人、ヨハン・ゴットフリート・モーリッツによる、ベルリン式のピストンバルブを採用した F 感、バスチューバだとされ、この楽器は1835年に特許が取得されている。 チューバの登場により、それまで低音金管楽器の主流であったオフィクレードは、徐々に姿を消し、20世紀に入る頃には、ほとんど見られなくなった。また、19世紀の半ば頃には、他に、や、などと呼ばれる低音金管楽器もまた存在したが、やがて、これらの故障は、スタレ、チューバの故障が、一般的になっていった。19世紀頃には、F や、 D 字型など、チューバの形状は様々であったが、アドルフ・サックスによって一連のサクソルンがまとめられて、以降、この楽器群に見られる長演型へと次第に収束し行った。今日では低音域での豊かな音量を求め、全般的に大型化の傾向が見られる。チューバは、その音域によって、テナー、バス、コントラバスの三種類に分類される。テナー、チューバ、 テノールチューバは、比較的小型のチューバであり、しばしばユーフォニアム、ユーフォーニアムとも呼ばれ、変路帳、B 館や波長、C 管の楽器が知られている。稀ではあるが、この古障は、ワーグナーチューバを指すものとして使われることがある。今、テナーチューバ、あるいは、ユーフォニアムと呼ばれている楽器は、吹奏楽や、ブラスバンド、独奏などで用いられるほか、 高キロマン廃坑の比較的大きな編成による、公共曲や還元曲でも稀に使用の機会がある。一般に、テナーチューバの故障は還元楽で用いられ、ユーフォニアムと呼ぶのは吹奏楽など還元楽以外の分野全般で用いられる。日本ではバルブの形態により、ロータリー式の楽器をテナーチューバ、ピストン式の楽器をユーフォニアムとして呼び習わしている。 これらの故障については、ユーフォニアムを参照。B 管、F 管の場合、オーケストラにおいては、通常、トロンボーン奏者が持ち替えて演奏する。このテナーチューバに含まれる楽器としては、フレンチチューバ、あるいは、サクソルンバスと呼ばれるものも存在する。一般には、単に、チューバと呼ばれる楽器は変長、変路調、波調、変歩調、ヘ調の調整を持つものが知られている。 これらはそれぞれ、しばしば B 間、ドイツ式表記では B 間、C 間、E 間、ドイツ式表記では S 間、F 間のように表記され、この中で B 間が最も管が長く、C、E、F の順に短くなる。これらのチューバは、管弦学や吹奏楽における大編成の合奏から独奏に至るまで幅広い用途に用いられる。吹奏楽やブラスバンド、 特に校舎においては、習慣的にチューバを単にバスと呼ぶ場合があるが、これはしばしばアップライト型の楽器に限定される。また、チューバとバスを明確に区別するものも、奏者を中心に存在する。チューバのうち、変歩調とヘ調の楽器をバスチューバ、変度調と波調の楽器をコントラバスチューバとして区別する場合がある。作曲家によっては、楽譜上で区別し、 使用する楽器を指定している。コントラバスチューバは、同じ調整のテナーチューバよりも気温が1オクターブ、低く、テナーチューバと区別して、BB 感、CC 感とも表記される。ウィンナチューバと呼ばれる楽器は、F 感のバスチューバの一種である。左手で3個、右手で3個、計6個のロータリーバルブを操作する。管圧が薄く、ウィンナホルン同様に倍音を多く含み、 他の金管楽器とよく溶け合う響きを出す。特に、ドイツ式トロンボーンとの親和性が高い。ビンナチューバは、この楽器の響きに見せられたワーグナー、ブルックナー、マーラー、リヒャルト・シュトラウスなどにより、高キロマン派の重要作品に用いられていく。オーケストラのチューバとの意味合いを込めて、コンサートチューバの故障も得た。オフィクレードが長く使用されたイギリスにも遅れて普及し、 エルガーは、バスチューバとしてこのウィンナチューバへ俯を想定していた、ベッソンなどのコンペンセーティング遺、e、憾は、ミリタリーチューバに分類され、オーケストラの楽器とみなされていなかった。ベルリン生まれのシステムであるが、ウィーンで育てられ広く普及し、近年までウィーンで使われ続けたことによって、ウィンナチューバと呼ばれている。新しいウィンナチューバを、ゲルハルト・ゼックマイスター、ゲアハード・ゼッチ・メイスターが、 ムジカ、ムジカ社の協力で開発している。ムジカ型はいくつかのバリエーションを持つ。ゼックマイスター著のウィンナチューバ教則本、コンサートチューバ、ドブリンガー社、ムージークハウスドブリンガーには、次のように、ウィンナチューバの特質が記されている。その巧妙なフィンガリングとバルブシステム、6番目のバルブの回転が F チューバを C チューバに変えるを持ったウィンナコンサートチューバは、 いわば、バスチューバおよびコントラバスチューバの組み合わせなのである、響きの統一をもたらしながら、ゼックマイスターは、ウィンナチューバと同じロータリーシステムを持つ、F コントラバストロンボーンも開発している。ウィンナホルン製作で知られる、オーストリアのアンドレアス・ユングビルとアンドレアス・ジャングワースは、新しいウィンナチューバ製作に取り組み、独自の よりダイレクトな響きを復活させることに成功した。と、それを改良した、スーザフォンは、チューバの編集として捉えることもできるが、その用途は、いわゆるチューバとは全く異なり、更新やマーチングなど立層に特化した楽器である、マーチングユーバとも言う。エリコンにはいくつかの調整の楽器が知られ、また、バルブの形態も様々であるが、スーザフォンは変路調で、 ピストン式の三本バルブのほぼ一種だけが知られている。変度調のスーザフォンは、同じ調整のコントラバスチューバと同じ艦長を持ち、音域もほぼ同じである。今日の還元楽では、こうしたヘリコンやスーザフォンを使用することはなく、水槽楽でも稀なこととなったが、20世紀初めから第二次世界大戦の終わり頃までのアメリカでは、いわゆる、 座奏用のチューバの代わりにスーザフォンが広く用いられた。従来は真鍮製であったが、1960年代以降、より軽い繊維強化プラスチック、FRP などの材質を用いたスーザフォンが多く使用されるようになった。チューバには様々な調整の楽器があるが、ほとんどの場合には、特に還元楽では、伝統的に胃腸楽器としては扱われず実音で寄付される。 しかしながら、吹奏楽や金管合奏によって、バスなどとして使用される際には、胃腸楽器として扱われる場合も依然として存在する。クラシック音楽の演奏家一覧、チューバ、チューバ奏者も参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。